はい、今日もパンの仕込みからいきます。明日の朝用のパンなので、私がよく作るミルク食パンにしようかな。分量はその日の状態とか、まあ気分によっても多少変えるので、どうしようかな。まあ平均的な分量概要欄の方には書いておきます。はい、あとお砂糖とお塩。はい、それではパンは材料だけざっと説明していきます。はい、最後にドライイーストを入れたらホームベーカリーにセットして、これだけ今日もやってもらいます。はい、まずはおでんのだし作り。昆布は昨夜お水にポンと入れておきました。沸騰直前に火を止めて取り出して、かつお節を入れます。このまま10分ぐらい置きました。はい、キッチンペーパーを使ってだしをこしていきます。ついキュッと絞りたくなるんですが、雑味が出るのでこのままこします。 Oh, hey! We put up our Christmas tree! Come check it out! 小芝居が始まりました。今年もツリーを飾りました。あ、おー、I'm quite excited! Here we go! Wait for itえ、待つの。おお。今年はね、ワンコがいるからゲートもつけてます。あ、そうそう、ちょっと見ようか。My ornaments right here. あ、こっちにもある。I made multiple ornaments. ね、ソフィーは、We got that one. ペイントしました。ね、内側をペイントしました。I want to show them. The ugly one. ね、可愛いよ。I don't think it's ugly. This is my favorite.But I think the other two are pretty good. Yeah, it's really pretty, right? And then there's one last one. I think it's over here. Candy もかかっています。I think my favorite ornament though is the little penguins. I think they're super cute. 今年もペンギン現れました。Full of white foam beads. あ、ここにもいます。はい、次はかんぴょうを戻します。ちなみに今日使っている材料はソルトレイクシティにあるセージマーケットというお店で全て揃えました。小さなお店なんですけど、日本料理、和食を作りたい時にはそこに行けば、まあほぼ全部揃うんじゃないかっていう感じのお店で、ユタに住む日本人にとってはとてもありがたいお店です。はい、今は大根を今日は厚めに皮をむいて麺取りをして隠し包丁を入れています。はい、のんびりと準備をしていたらパンがこね上がりました。今日は普通の食パンなので2分割2つにカットして、もう丸めるだけでいきます。はい、いつものように生地を切るように2分割します。2つの生地が同じくらいの重さになるように測ります。はい、測ったら今日もこれを最終の成形とするので、強めにガスを抜きながら生地を若干押さえ気味にしながら丸めていきます。はい、丸めたら閉じ目をきっちり閉じて、薄くバターを塗った型にもう入れます。はい、こちらも同じように強めに押さえながらガスを抜きながら丸めています。はい、閉じ目閉じて閉じ目下で型に入れます。はい、この後はいつものように濡れ布巾をかけて、生地が乾燥しないように濡れ布巾をかけて二次発酵に入ります。もう放置ですね。濡れ布巾をかけてこのまま放置。次はお米のとぎ汁の代わりに少しだけお米を入れて大根を下茹でしていきます。この日はだいたい15分ぐらい茹でました。はい、ここからすべての食材の下処理、下準備をどんどんしていきます。こんにゃくは塩で揉んで少し置いてから下茹でをしています。この日は糸こんにゃくも使ったので同じような処理をしました。
はい、卵が茹で上がったので氷水にあげて殻を剥いていきます。こんにゃく、塩もみしていたこんにゃくの下茹で入ります。糸こんにゃくもいきます。この日は鶏の手羽元、手羽先を使ったので少しだけお塩を入れたお湯で湯引きをします。 4,50 秒お湯に通しました。プレゼントはまだこのくらいしか届いていませんね。クリスマス前にもっと増えると思います。まだこんだけ。 Sorry, that's my present. Get out of here. Still my present. なんかこんなのも飾ってるソフィーが。We will have more presents. We've got presents in the mail coming from relatives too. 少しずつ来てます。Yeah, I'm pretty excited though. So many presents. Top には I star. Love that thing, the star. Star. Okay, we get it. We get it.どのオーナメントが一番好き？なんかしてた。なんかしてた。I could be a Christmas tree model, I think. Look.Okay. So what's your favorite ornament? I think my favorite ornaments are the penguins. Or maybe the candy canes. Ah, プーさんもいた。ちょっと待って。ソフィーかけたのこれ。プーさんもいた。I present to you my favorite ornament. はい。何？ This one's the mini. あ、ちっこい。It's so cute. You really picked a boring one. It's adorable. It's miniature. That's adorable, and I think you've had it since you were born. あ、ソフィーキャンディーが好きでしょ。これ食べるでしょ。 Careful, careful, it's gonna fall off. We don't wanna break it. 時々取って食べるでしょ、あなた。 I already have a bunch in my room. マミ、これよ。 If I had to choose my second favorite though? なんかエンジェルもいたよね。 Right here. あ、エンジェル、ほら。 Yeah, I put it in a weird spot. エンジェルじゃない。バレリーナ。 It's an angel ballerina. There you go. My second favorite is... No, it's that one up there. And I can't reach it. ね、ソフィー、綺麗に飾ったね。Yeah, right there. あ、本当？ I really like that. 本当？ It's like an alien ship. Because... はい、いいですか？紹介このくらい、Sophie. Yes, it's really pretty. このくらいでいいですか？紹介は。Sophie decorated her Christmas mailbox with the yellow Santa. ね、ペイントしました。Then the regular colored Santa. And the regular colored Santa. This one is for normal people. This one is for... Creative people.Other people. Really good. So yeah, looking forward to Christmas. We're getting close. We're excited. What? 大丈夫 I'm so excited to smash something. I don't know who's excited. So more excited, Sophie or me? Christmas. はい、最後の処理は練り物の油抜きをしました。はい、家族みんな大好き餅巾着作りをしています。はい、お餅を入れます。ちなみにこのお餅はみんな大好きなので定期的に作るようにしています。作って冷凍保存していますね。先ほど使っていたホームベーカリーで作っています。うちのホームベーカリーはこちらアメリカで買ったもので、餅コースとかはもちろんないので試行錯誤しながら水加減とか微妙なんですけど作っています。はい、それでは最初に作っておいただしの味を整えます。お酒、お醤油、
お塩少々。はい、でみりんっていう感じですかね。まあ味を見ながら。味を整えたらじっくり煮込みたいものから入れていくようにしています。大根、はい、ここで発酵が上がっていたのでオーブンに入れます。食パン、こんにゃく類も入れています。はい、少し煮込んでいる間に副菜サイドメニューを作ります。玉ねぎ水にさらしていました。はい、卵も入れます。はい、水にさらした玉ねぎの水を切っています。ここにマリネ液、まあ、ドレッシングというかマリネ液を作ります。オリーブオイル、お酢とお砂糖をちょっと、塩コショウ、はい、このマリネ液、まあ、ドレッシングにカットしたお野菜を入れて軽く和えます。うん、それだけですね。きゅうりも、焼けました。Are you serious? Fresh bread? Yes. Hot toro. Don't break it. I think that's one of my favorite things in this world is fresh bread. Seriously, I love it. Yeah. はい、出します。いいよ。すごい美味しそう。はい、最後に練り物も入れていきます。これは今回中にイカが入ったものを買ってみました。はい、もう一品、最後に煮込んでいる間にもう一品いきます。キャベツは塩もみして水気をギュッと切っています。そこにだしをちょっと、わんこが気になります。マヨネーズ若干入れすぎました。次はごま油、もうちょっとだけ、お砂糖、醤油、もうちょっとに、最後にお酢。はい、これで最後かな、混ぜます。器に盛ったらごまを多めにかけます。
Okay, so if you want to help set the table? Sure. I want okay. plates. I know. I'm not ever worried about you eating all the vegetables. ちょっと全部ついだろ。はい。いただきます。